塁三振。青柳がピンチを切り抜けます。すると6回ランナー2人を置いて甲斐、投手陣を引っ張る女房役がダメ押しの4号のスリーラン。投打が噛み合ったボックス。2番手のルーキー澤柳が嬉しいプロ初勝利を飾りました。まあ、純粋に嬉しい気持ちが一番です。はい、今日、両親が見に来てくれて